サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、サガン鳥栖が名古屋グランパスを迎え撃ちます。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。あまり前から追わないディフェンスを見せるこのチームですが、今日はどのような展開になると思いますか？はい、このチームは守備に徹して相手のシュートを呼び込むような傾向があります。失点をしなければ有効な戦術と言えますから、今日も大きな変化はないでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。試合が開始されます。いいカットです。ボールを奪いました。このパスはカットされました。素晴らしい足さばきです。阿部裕之、見事なシェアです。このシュートを弾いた。とにかく1点リードして楽になりたいところでしたから、これは悔しいでしょうね。再びキッカーがコーナーに向かいます。ゴール前に入れた。再びコーナーキック。コーナーキックが入ります。ラインを割ってゴールキックになりました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。シャビエル、ドリブルでボールを持ち出しています。ボールがラインを割ってゴールキックです。ガブリエル・シャビエル、名古屋の攻撃です。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。ここからどうするのか。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。サイドが空いていますね。さあ折り返せるか。中の味方に合いません。このボールは外に出てスローインでの再開となります。マテウス、米本拓司、阿部裕之、ジョアン・シミッチ、ガブリエル・シャビエル、シミッチ、見事なスルーパス。ついに先制点が決まりました。予想通りではありますね。ボールを支配されていましたので、
どうしても失点しやすくなります。ここはトラップせずにダイレクトで打ちました。ディフェンスにリアクションをさせる隙を与えない見事なゴールでした。こちらのカメラからの映像です。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。高橋由樹、サイドへ展開します。ここは押し出します。素晴らしいスルーパス、阿部裕之、クリーンなタックル、ボールを奪いました。キーパーに預けます。相手ボールになります。ジョアン・シミッチ、最高のボールが出た。タッチラインを割りました。スローインです。シミッチ、スローインが与えられます。ガブリエル・シャビエル、相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。コーナーからエリア内へ入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。別のアングルからご覧ください。高橋由樹、エドゥアルド、鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。米本拓司、阿部裕之、ジョアン・シミッチ、シャビエル、ゴールキックになります。ちょっと意図の見えないクロスでした。この選手ですが、両チーム合わせてもトップクラスの活躍です。ゴールチャンスに絡んでいた様子がうかがえますね。その成果もあり、しっかり得点を記録しています。マテウス、見事なテクニックで突破してきました。ゴール決まりました。最後はキーパーとの1対1ですね。ガラ空きのゴールへボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。この角度からも見ましょう。ここまでのところ、試合は一方的な展開になっています。スコアは3対0。ここでハーフタイム。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。いいところを見ていました。主審がゲームを止めます。オフサイドです。
サイドのスペースを使います。このパスの先には誰もいません。スローインになります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゴールも決めていますし調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうか。ここは縦をつくでしょうか。タックルで止めました。スローインです。いい位置です。クロスがゴール前。クリアが足りないか。ボールをダッシュ。寄せが早い。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。カウンターのチャンス。仕留められるか。ボールは相手に渡りました。いいスペースにボールを出しました。前に進んでいます。阿部ひ、スペースに見事なスルーパス。ここはクリアされました。交代です。サポーターの大きな声援を受けピッチを後にします。ゲームを支配していましたね。マンオブザマッチの候補でしょう。コーナーキックからシュートまで持っていきましたがゴールはならず。わずかに枠を外れました。いいトライでしたね。このセットプレーは強みになりそうです。ボールを奪われました。金森健志。狙える位置です。ゴール決まりました。同点までにはまだまだゴールが必要です。最後は至近距離からのシュートでしたね。さすがにあれは外す方が難しいでしょう。阿部寛之、ガブリエル・シャビエル、体を当てて取る。奪った。このボールはクリア。これは思い切ったドリブルです。ゴール前に入ってきました。サイドから勝負に行くか。ちょっとクリアが小さいか。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。阿部寛之、パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。何を狙うのか。深くえぐってマイナス。ゴールゴールゴール。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。かなり一方的な試合展開です。このパスはカットされました。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。はい、サガン鳥栖らしさが失われています。追いつけるかどうかはともかく、この試合には反省すべき点がかなりあるでしょう。ガブリエル・シャビエル、相手に当たりピッチの外へ。スローインです。選手交代があるようです。小林雄三、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。
高橋よしき。一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。ここから狙うのか。ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。阿部裕之。試合終了のホイッスルです。的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。